はい、ということで、はい、今日は35クラブでオノフとショータイムゴルフのコラボで、試打会イベントをやったわけなんですけども、どうでしたか？もう素晴らしい。もうオノフっていうねクラブメーカーがいかに素晴らしいかっていうのを、ね、伝えられたかと思います、はい、それとやっぱり何よりもショータイムのファンの皆さんはねとてもいい人で、ゴルフも上手くて、よく曲がって球もよく上がって本当に素晴らしい方がたくさんいました、はい、もう皆さん素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。おはよう。ごめんなさい。いやついにこの日が来たな、毎目。なあ。大丈夫、マスク一つで足りる？足りないんじゃないの？もう一つつけとくか。コロナ危ないから。コロナ対策で。どう、二重マスク。あ、いいやん。いいでしょ。うん。うん。暑くないの？え？いや、オノフ、通気性がいいから。あ、そう。うん。これ何番ですか？108番。183飛んでる。8番で183。見てこの調子の良さ。186。ポトキ君キャリーで188。いい勝負じゃね？今いい勝負じゃね？ああ、187.8。 おお、4番。カン君が4番で246。 245.6。 トータル？トータル。キャリー230。キャリー230。よし、じゃあドラゴンになったわ。よし、混ざってきやがれ。 4番アイアンのドラゴン勝負。4番アイアンのドラゴン。おお。え、嘘だ。220 214 214。当たった。うん。あ、ちょっとさっきより222キャリー。222。ナイスショット。これ223。おお、負けた。勝った。負けた。同じ4番アイアン。厳しくないですか？ナイスショット。まっすぐ。おお、すごい。313。255。シャフトは？ダイナミックゴールド。ダイナミックゴールド R400。はい。これ38,000。38,000。よいしょ。ボールスピードは 69.4。キャリー236。50ヤード違います。もうナイスショー。まっすぐ。キャリー243、トータル256。バックスピン4000とかいく。貸してもらっていい？これぐらいのアドレスで、上から。ちょっと左に立って最下点がボールより確実に手前にあるように、常にこの辺から上がっていくようにとかしてほしい。すごい簡単に。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
はい、またいつか。どうでした、レッスンした感想は。レッスン、ポンコツなんですけど、はい、お客さんがいい人で良かったですいやでも喜んでくれてましたよ。お二人ともあの毎回ショータイム見てるっていう。本当ですか、はい、ありがたいです、ね、ありがたい。やっぱ感すごいね。あ、まあ、天才だから、ね、見る目があるんだよ20ヤードぐらい伸びてましたからね。そうですね、うん、まあポテンシャル持ってたんであのスピードだったら、ね、全然280いくなっていう。はいはいはい、言ってましたね、はい、アドレスだけちょっと、2人ともアドレスだけちょっといじったら、はい、全然下手したら俺より飛ぶんじゃないってなかなか飛ばし屋でしたね。ポテンシャルはもう全然ありって、うん、あ、ぜひぜひというわけで、はいはい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、はい、どうも。じゃあ次の企画の、はい、この次は、尾崎くんとカン君の、との飛距離チャレンジ、はい、ドラコンチャレンジということで、はい、クラブは7番で、じゃあ7番でどれだけ果たして勝てる人がいるのか、うん、やってみましょう、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ次これが本番。ちょっと手加減してあげた方がいいんじゃないの。あ、手加減するわ。そういうわけにはいかない。手加減する。さっきは飛んでんな。うん、ナイスショキャリー 190.5。 よいしょ。反応しない。反応してないですね。反応しない。よいしょ。180.4。どんどん飛ばなくなる。ということで、尾崎くんが7番円197ヤードの7403回転、カン君が180ヤードで5600回転、サンドウェッジは尾崎くんが97ヤード、カン君が117ヤード。当たる。当たる見てる？当たる見てる？当たるカメラ。はい、ありがとうございます。ナイスショー。今、名前書いて2球目が176ヤード、うん、7番でしょ、十分飛んでます。2球目178。2球目178。リクエストがはい、7番アイアンとウェッジの飛距離対決、はい、お客様にワンスリーブ、ワンスリーブボールプレゼントで、おめでとうございます。スピンの継続不可能ということで、これから何人もやってもらいますんで。そうですね、はい、これに勝てる人はいるのか。スピン量を継続されない限り勝てるという素晴らしい。よいしょ。165ヤード。これ7番です。7番です。多分。あ、はい。32度です。ロフト。ナイスショー。ずんずんのレーな。めっちゃ緊張しなかった。何ヤードですか ?160。160。じゃあ続いてサンドウェッジです。お願いしょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。やった。さんから見てらっしゃるんですか、紹介。はい。先週僕ホルモンで行きました。ミン。ああ、なるほど。目の前まで。はい。どうもどうも。じゃあこれで。あ。はい。じゃあ1年目つぶっちゃおうか。頑張ってください。ありがとうございます。やほうか。そういうのないです。ありがとうございます。ありがとうございます。今あの翔太さん、翔太さんって呼んでるんですか。翔太、翔太です。翔太さん。いや、それ呼び捨てはあれなんです。翔太。うん。今の下からですね。
1年生。ボールスピード80。多いスピードで出てる。312。うん。うん、どうですか。いやもう引っ張っちゃったな。いやいや、はい、今までもっとなんか低い球をボールしてて、はいはいはい、概念変わりましたね。あ、良かったです、良かったです。何をアドバイスしたんですか。今まで上から潰してた、はい、その分ヘッドスピードすごい速いのにいまいちちょっと球が伸びない。はい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 。それを少しアッパー気味に、はい、ボール包み込むように打っていただいたら、はい、一気にスピン量が1500ぐらいです。球は高いけれども、はい、キャリーの出るような、はい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 、で、まあ、見ての通りね、見ての通り312ヤード。312ヤード、ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしいですね。どう、はかどってる。はかどってる。ああ、もっと少し上げたいです。右足をボールに下げない。あ、そこまで下げなくていい。これぐらい、これぐらい。上から真下に。すごいね。そう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 、曲がってもいいからちょっと。はかどってる。え、はかどってる。はかどってる、はかどってる。もう俺が教えたらみんな飛ばしやがった。とりあえず一人上げたい。はい、まずヘッドスピード上げることから。例えば、はい、右手こうやって添えただけで思いっきり振ろうとすると、はい、こうなります、はい、こっちにこうやって。こんな感じになってると、これが右手がこっちから上から叩きつかそうとしてるのを真下にこう下ろしてる。こうやってやると真下にしか行かないじゃない。こうなっちゃうと、簡単に言うとこうやって47.5も出てる。今ので、うん、48.5。まあ右手添えるだけでもこれぐらいのスピード出るっていう。このイベントはクラブオーナスの会員の方がイベントに来てくれて、でこういう楽しいイベントも、ね、結構あるみたいなので、ぜひクラブオーナスに入会してみてください。よろしくお願いします。はい。はい。はい。